フェルミ研究所へようこそ。こんばんは。シャチやジンベエザメ、イタチザメなどは水族館で見ることができますが、ホホジロザメを見たという人はいませんよね。実はあの強烈な存在感のあるホホジロザメを見ることができないのにはしっかりとした理由があります。今回はなぜ水族館にホホジロザメがいないのかを解き明かしていきましょう。1970年にホホジロザメをガラス越しに見ようと、世界中にある多くの水族館がホホジロザメの飼育にチャレンジしました。しかし実際に水槽に入れてみると、ホホジロザメは餌を食べなくなったり泳げなくなったりして、1日から3日、長くても16日しかホホジロザメは水槽の中で生きることができませんでした。この結果を受けて、ほとんどの水族館はホホジロザメの飼育を諦めましたが、モントレーベイ水族館だけはホホジロザメを水族館で見るという夢を諦めることはありませんでした。モントレーベイ水族館はまず高さおよそ10メートル、およそ380万リットルの水が入るホホジロザメ専用の水槽を作り、人を襲う可能性のある大きなホホジロザメではなく、主に魚のみを食べるおよそ 1.6 メートル以下の子供ホホジロザメのみを捕獲して飼育することに決めました。しかしホホジロザメはネコザメやネムリブカなど海底でじっとして呼吸をしているサメとは違い、常に泳ぎ続けて海水をエラに通さないと呼吸困難で死んでしまうため、捕獲したホホジロザメを水族館へ移動させる最中に弱ってしまうという問題が出てきました。そこでモントレーベイ水族館は飼育用に捕獲した子供ホホジロザメをすぐに水族館に運ぶのではなく、一時的に海に大きな囲いを作り、そこでしばらく飼育してから特製の移動用水槽に入れて、ホホジロザメを傷つけることなく水族館へ移動させることにしました。これらの綿密に練られた計画のおかげで、2004年にホホジロザメをおよそ6ヶ月間飼育することに成功しました。展示中はお客さんの数が普段よりおよそ 30% も増えたそうです。しかし飼育開始からおよそ6ヶ月後、モントレーベイ水族館は成長したホホジロザメが他の魚に危害を加えたことと、素早いスピードで泳ぐホホジロザメが水槽の壁にぶつかることが増えたことを理由に、飼育していたホホジロザメを海に返すことにしました。2011年を最後にモントレーベイ水族館はホホジロザメの飼育および捕獲は一切行っていません。ホホジロザメの展示をやめたのは、水族館で生きたホホジロザメを見せるという当初の目的を達成したためとのことです。結局のところ、ホホジロザメは私たちの手に負えない生き物だったのかもしれませんね。ちなみに日本では沖縄の美ら海水族館がおよそ 3.5 メートルの大きさのホホジロザメを2016年1月5日に展示し始めましたが、わずか3日後の1月8日に死亡しました。どうやらホホジロザメが見たい場合は、彼らのフィールドへ私たちが足を運ぶしかなさそうですね。今日の授業は終わり。また来てね。